こんばんは、ミントです。今日はすごく寒いので白菜のスープとあとはお豆腐ステーキを作ろうと思います。まずは白菜スープから作ります。ちょっともやしと白菜ニラかな。ちょっと洗ってきます。洗ってきたので白菜切ります。解凍しといた鶏肉を半分、で白菜スープにする鶏肉と白菜ともやしが用意できました。今ちょっとお湯を沸かしてます。次なんですけど豆腐ステーキを作ります。木綿豆腐をちょっと水切りしといたんですけど、木綿豆腐を食べやすい大きさに切ります。このぐらいかな。で切ったら片栗粉をまぶします。袋とかあればその中でもう振っちゃってできるんですけど、ちょっと今ジップロックとかないのでこの音が入ってた入れ物を利用してつけます。これも捨てちゃうだけなんで洗い物が楽かなと思って両面につけました。全部のお豆腐に片栗粉がつきました。片栗粉をまぶしたお豆腐をごま油で焼いて焼きます。ごま油です。わわわ違うスープの方が焼きます。ぶっちゃっちゃいました。あれ下手くそ。豆腐は入れてるのウィーパーと塩コショウかなと思うのでウィーパー入れちゃいます。下手っぽいのでこれをお皿に入れます。豆腐が焼けたんですけど、ちょっとこの辺がぐちゃぐちゃになりました。で次はきのこを炒めます。きのこは舞茸とマッシュルームとしめじを入れました。きのこをバター代わりのマーガリンで炒めます。が炒まってきたかなと思うので味付けをしたいんですけど、にんにくと醤油とみりんで味付けをするんですけど、みりんがないので
お砂糖でちょっとごまかしてみます。にんにく、このぐらい多いかな。あとはお砂糖が、このぐらいかな。砂糖と醤油は同じぐらいです。炒めたキノコですね。さっき焼いたお豆腐の上に乗せます。豆腐ステーキできました。次は白菜スープなんですけど、最後に片栗粉を入れるんですけど、さっきの残りの片栗粉です。ちょっと量が多いかな。これちょっととろみをつけます。あ、多かったかも。最後にちょっとごま油を垂らします。スープ熱そうなんで、こっちから豆腐ステーキから食べます。でこの豆腐ステーキ、うちの姉がもうすごいよく作ってくれてて大好きで、実家にいる時はしょっちゅう作ってもらってたんですけど、で実家出た後もやっぱりすごいもう食べたくなる時があって、でレシピを聞いてよく真似して作るんですけど、でもやっぱりなんか違うんですよね。同じ感じに作ってるはずなのに、やっぱりなんか姉とは違って、やっぱりなんか母の味じゃないですけど、姉の味の方が美味しいです。豆腐ステーキいただきます。うん、豆腐ステーキ美味しい。ちょっとスープも飲んでみます。あ、すごい、とろみがすごいです。うん、美味しいです。温まります。スープ飲んで温まりました。スープに多分片栗粉を入れてとろみをつけたから、すごいお腹いっぱいになりました。美味しかった、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。